はい、ごきげんよう、みつけんまです。今日もオクトパストラベラーやっていきたいと思います。今回からオルベリクの第4章やっていきたいと思います。で、今回もね、またね、祠を見つけたんですけど、ちょっと行ってきていいですか。ちょっと祠行こうかな。あとね、なんかよくわかんないんだけど、貴族の隠れ家跡ってとこも見つけた。で、とりあえずここ行ってみようかな。ゴーブ章の祠行きたいと思います。着いた着いた。ここなんだけども、また前回と同じ感じでなんかボス出てくんのかな。奥まで行ってみよう。よし、着いた着いた。またボスだよな多分。ここは武芸家の守護神大武将ウィンヒルドの祭壇である。たどり着きし旅人よ、失われし武芸家になる資格を問うぞ。問われます。はい、我が剣は守るべき者のために。いい、アシュラみたい。泣けません。あ、でも顔一個だからアシュラではないか。え、何聞くんだ。斧とか剣とか、あと何持ってる。槍、弓、杖、全部持ってる。全部持ってるな。あ、痛い。三剣の武芸、いた、毒になっちまった。え、まずいな、この体力まずくね。ライフスティールダーガーしとこう。そこだ。ちょっと回復。私の出番だな。ジリヒンだよ。何聞くんだ。え、杖がそこだからな。剣は効かないってことじゃ。もう魔法しか効かんか。魔法なのか。雷ともなるイカズチよ。お、違うわ。行くぞ。なんじゃ。ちょっと待って、回復しような。これを使え。テリオンがまずい。テリオン、あんたやばいよ。回復しなさい。よいしょ。反撃の構え。行くぞ。なんじゃこれ。これ攻撃したらまずいかしら。雷効かねえんだよな。え、なんかこの辺のなんかこういうのとかいかがでしょう。いかがでしょう。これでも暗い。ほら、あ、闇効くよ。痛い。嘘やん。待って、この人めちゃめちゃやばいかもしれない。強し。待って、雷効かないからファイトやることないな。回復、復活させての、使え。ちょっとまずいねこれ。行きましょう。ちょっと回復しての、傷を癒したまえ。強くない、この人やばくない。かかってこい。なんかこうあれかな。あ、これしてみる。粘着。足を止めさせてもらう。後ろに行ってもらって、この間にあれや、物理攻撃ダウンしとこう。そいつは生クレス。これで振りかがでしょうか。狙い撃つ。全力だ。で全然効かないと思うけど、これを来剣賞ブランドよ。やるでしょ。あ、全然効かんわ。すまない。カウンター。それでは。そんな、待って、氷とか凍ってください。あ、氷いく。ちょっとどうしましょう。ちょっとどうしましょうね。回復？復活？これを使え。いや、でも死ぬよな。斧の武芸。うわー、痛い。危ない。あ、でもギリ耐えてる。耐えてるぞ。で、テリオン、闇。これ
ちがいいんだ。こっち、こっちでいいのか。これやって夜の、よし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 、あと1回、あと1回だから、ちょっとオルベリックさん、なんか投げよ、氷の、氷の、これ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 、これちょっと投げて、これでも暗い、パリッといてもらって、よし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 、いいよいいよ、一旦落ち着いて回復しよう、みんな、みんな回復して、それではエフェリアで回復、傷を癒したまえ、よしよしよし、弱点変わってくんねえかな、この人やりづれ、炎は効くのかな、炎、あでも氷だから、氷、炎、氷、雷の順番か、じゃあ効かないか、これしか効かんのか、エグ強いんですけど、この人、どうしよう、どう動く、どうしようね、オルベリックは使えないもんな、杖、どうしたもんだ、変わる、あ、変わらないわ、変わらんか、あぶねえ、あぶねえよ、え、なんだろう、わしゃどうしたらええんだ、わしゃどうしたらええや、まさか、無理やなこのメンバーじゃ無理だな、いやせめてサイラスとか、こう氷とか風とか使える人だったらワンチャンあるけど、今のメンツだとマジで無理、弱点つけるのが、テリオンのあの闇の魔法とさ、オフィリアちゃんしかいないんだけど、オフィリアちゃんはもう回復に回っちゃってるから、テリオンしかできないわけ、もうだからダメだちょっとまたの機会にやりたいと思います。ということで寄り道しましたが、オルベリックの第4章やっていきたいと思います。その前にパーティーチャット、オルベリックさんは普段からどのような稽古をされているのですか？剣の素振りや体の鍛錬が中心だな。何事も基本をおろそかにしてはいけない。日々の精進がいざという時の力になる。またお堅い考え方だな。テリオンさんは稽古はなさらないのですか？俺は実践派だからな。コツコツやるのは性に合わない。なるほどな。そうだ。ちょうどいい。テリオン、お前も稽古に付き合え。おい、人の話は聞け。稽古をしないというのは嘘だろう。こいつの身のこなしは鍛錬の賜物。努力している姿は見せない。そういうところなのだろうが。俺は。いいじゃありませんか。一緒に稽古いたしましょう。きっと一人より二人より三人の方が楽しいですよ。わかったわかった。少しだからな。ツンデレちゃんが。それでは外に出て稽古を始めるとしよう。ツンデレちゃんが過ぎますね。よし。はい、オルベリク第4章。リバーフォードにたどり着いたオルベリク。ホルンブルグ滅亡の裏で暗躍した元傭兵団の団長ベルナー。オルベリクは今度こそその剣で人々を守り抜くと決意を固める。はい、始めていきます。前回までのあらすじ。ウェルスプリングでエアハルトと再会したオルベリク。エアハルトはその地で食材の日々を過ごしていた。剣を交えて語り合う二人、エアハルトが語ったのは王国滅亡の裏で暗躍した元傭兵団の団長ベルナーという男のことだった。放っておけばまた悲劇が起きるかもしれない。これは今度こそ守らなければならない。なぜならそれがオルベリックの剣の意味なのだ。自らの剣は人々を守るために振るうと決めたのだ。かくしてリバーフォードにたどり着いたが。おい、町に入りたければ列に並べ。なんでそんな厳重なんだ。
列？ああ、わかった。すごい厳重なチェック体制だね。なんかあったの？これは身なりのいい旅人さんだ。この町には何の用で？実は。人探しにな。へえ。それはそれは、ここには初めて来られたんで？でしたらお金を兵士にお渡しなさい。何だ？金？この町は通行料を取るのか？いえいえ。この町の領主様が。そんな。待て、俺はそんなもの知らないぞ。何？どうした？おい。黙れ。手荷物に混じったこの薬は何だ？薬。違う。それは俺のものじゃない。ふん。怪しいやつだ。何の薬か吐いてもらおうか。薬？ヤバめのやつ？あ、連れてかれた。はあ、ああいうことがあるんですよ。まさか治安が悪めの町なのか、ここは。この町では兵士たちが絶対的な権力を持っているんです。多分あの薬も濡れ衣でしょう、はあ、彼らに逆らったが最後投獄され弁明の機会も与えられません。何？そんなことがまかり通るのか。ええ、ここではまかり通るのです。兵士の命令には必ず従ってください。でないと厳しく罰せられるのです。罪がなくとも罪を着せられます。とんでもねえじゃん。ここ逃れる術は賄賂だけですな。兵士たちもそれが目的ですから。賄賂渡せば大丈夫なの？嫌だな、そんな町。あの連れて行かれた旅人も素直に賄賂を渡せばいいものを。バカな。漁師は黙認しているのか？ふん。その漁師様の方針なのです。漁師ベルナー様が。ベルナー。次。とっととしろ。すいません。はい。ただいま。どうやら順番のようで。とんでもねえ漁師様だな、うん、ベルナーが漁師、一体どういうことだ。次。はい、行きます。お金渡すので見逃してください、うん、旅のものか。まずは手荷物を調べさせてもらうぞ。ああ。お金。おお。随分と物分かりがいいな。この町ではそういう態度が大切だ。お金いっぱい持ってますから。すまない。一つ聞きたいことがある。ベルナーという男のことなのだが。ああ。もうつけろ。ベルナー様がどうした？いや、どのような人物なのかと思ってな。ああ。素晴らしいお方に決まっている。この町にはなくてはならないお方だ。はあ。もういいか。忙しいのだ。とっとと行け。なんかこう悪口言ったら処されるのか。ああ。すまない。絶対的な権力。あの怯えようはなんだ。元傭兵団の団長が領主か。大した出世だが、どっかで見てんじゃないの。ぬ、町を見て回る。おーい。あ、なんだ？これなんなん？処刑場？これ。火炙りのやつ？これは。火炙りのやつかな。なんだろうって思ったけど。そうさ。あ、火炙り用の柱だよ。月に一度ここで処刑が行われるのさ。とんでもねえじゃんか。月に一回絶対的にやるのこれ。今月も4人、先月も4人、その前も4人。ここではそういう法があるんだ。え、しかも4人ずつなの。この町誰もいなくなっちゃうよ。何のために？生贄？今の漁師様になってからの方さ。最初のうちは悪人も怯えて犯罪が減ってね。でもそれも長くは続かなかったよ。次第に軽い罪でも火炙りになってきて。大きな声では言えないがね。最近では領主の批判をしただけで。そうか。通りで町の空気が張り詰めているわけだ。この人大丈夫かな。こんな教えてくれてるけど。
どこで誰に密告されるかもわからない。みんな怯えてるんだ。町から出ようにもあの有様さ、疑われたら一巻の終わりだからね。ここはそういう町ってわけさ、旅人さん。用が済んだらすぐに去った方がいい。うん。では。じゃあ失礼するよ。ありがとう、教えてくれて。ああ。どうかご無事で。お、何ですか？オルベリクさん。なんてひどい、火炙りなんて。火炙りというのは苦しみ抜いて死ぬ。生きながら身を焼かれ、もだえながらな。それだけに見せしめとしては効果的だ。民衆に恐怖を与え、従わせようというのだろう。確かに罪には罰が必要かもしれません。ですがこれは罰ではありません。その通りだな。俺も同感だ。この町の人々のことを思うと悲しくなります。こんなひどいこと何とかして止めさせないと。だがここで騒ぎを起こしてしまっては元も子もない。俺と、で、あなたと気持ちは同じだ。今は様子見をするしかないと。そういうことだ。すまんが耐えてくれ。へえ、きつ。ここで何人死んだの？早く倒さなければ。漁師を批判したと密告があったのでこの家を調べているところです。うわ、やっぱ誰かチクるとこうなっちゃうんだ。うわぁ私は今堂々と盗みを働いてるけど大丈夫でしょうか。火炙りに会ってしまうのでか大丈夫かしら。なんだあんたは。妹を火炙りなんかにさせないぞ。え、妹どうしたの？大丈夫？心配しながらも盗みを働く。この先か？誰？あ、さっきの人？お前は広場にいた。どうした？すまない。私のことは黙っていてくれ。やっぱさっきのがダメだったんじゃない？おい、使った？おい、いたか。逃がすな。そう遠くには行っていないはずだ。探せ探せ。おい、怪しい男がこっちに来なかったか？ん？怪しい男？ふん。逆賊だ。領主様に逆らう危険な連中だ。そうか。そうか、向こうに走っていく男がいたが。感謝する。よし、そいつに間違いない。礼を言う。大丈夫これ。おい、ワイらも火炙りになってしまうぞ。ありがとう。ええやで。この人は何なんだ？なぜ追われていた？やっぱさっきのなのかな？それは、うん、さっきの兵士が言っていたが、お前は逆賊とやらなのか？反逆軍みたいなのがあるのかな、うん、反勢力と接触できればベルナーにも近づけるだろう。実は俺はベルナーを探してこの町に来ていてな。お前たちにリーダーはいるか会わせてもらいたいのだが。え、ダメだ。部外者を連れていくことはできない。そうか。剣の腕には多少覚えがあるのだが。確かに。あんたは強そうだが。いや、私の一存では決められない。まあ、そうだよな。そりゃそう。そうだな。ならばその腕前を証明してくれ。先ほどの広場に赤い帽子の男がいる。我々の中でも一番の実力者だ。彼に勝てるほどなら紹介しよう。わかった。赤い帽子の男だな。なあ、ただし約束してほしい。負けたらすぐに町から消えてくれ。ああ、約束しよう。では、私は先に行っている。準備ができたら来てくれ。わかった。赤い帽子の人なんかいたかな。どれ、あ、いた、これだ。どうも。へえ、この男か。うん、そうだ、剣の腕を見てやってほしい。ふん。
わかった。こちらはいつでもいいぞ。よし、じゃあ行くか。お前がレジーが言っていたリーダーに会いたいって言った。いや、お前…なんて？うん。お前か。レジーが言っていたリーダーに会いたいやつってのは。よし。行きます。試合開始。少しは腕に覚えがあるようだな。だが果たして通用するかな。良い戦いにしよう。この人そんな強いの？呪文字切りしよう。よし、どうした？ナイス。これで終わりか。参った、認めよう。おい、約束だ。お前たちのリーダーを紹介してもらおうか。わかった。私の名前はレジーだ。来てくれ、アジトに案内する。お願いします。オアジト。実はリーダー、実は紹介したい人が。はじめまして。聞いていますよ。はじめまして、ハロルドと申します。あなたがオルベリクさんですね。なぜ俺の名を、なんで知ってんの？はい。ウェルスプリングでの活躍は聞きました。ベイル隊長とは好意に、ひいきにしてまして。なるほど、そうだったのか。知り合いなのか？早速ですまないが、この町の漁師について聞きたくてな。ここまで来るとは、よほどのことでしょう。お話を伺います。かくかくしかじか。元傭兵団の団長ですか。確かに領主ベルナーがそうです。私はあの男の過去を徹底的に洗ったので間違いありません。そうか。実は、ベルナーは貴族を名乗っていますが、その地位も金で手に入れたようです。あの男はまず全領主の不正を暴き、民衆の支持を得ました。それから住人や有力者の後押しもあり、領主となったのです。しかし領主となった彼は暴君としか呼べないものでした。暴君か。月に一度の火炙りの処刑、その法を定めたのもベルナーです。最初は処刑も住人に受け入れられました。落ち着いて。火炙りにされるのは悪人、そう思っていましたから。なるほど。だがそれだけではなかったか。はい。この町から重犯罪がなくなっても処刑は続いたのです。スリを行った、詐欺を行った、だんだんと処刑の罪が軽くなっていき、やがて密告による処刑が始まります。明らかに免罪としか思えないものも。しかし異を唱えられる者はいません。不満を口にして誰かに聞かれたら、密告されたら、そう思うからです。うん。だがお前たちは反省力だろう。立ち上がる者もいるではないか。はい、その通りです、うん、免罪によって家族や友人が奪われたものも少なくありません。実はかくいう私もその一人です。全領主が不正で失脚したと言いましたが、それはでっち上げられたものでした。え、そうなの？私は全領主、父の無念を晴らしたい。お父ちゃんだったのか。そしてこの町を救いたいのです。多くの同志を得ました。もうすぐ決起する計画もあります。もしあなたの目的と一致するなら、力を貸していただけないでしょうか。そうか。そうか、俺もこの惨状は見過ごせん。承知した。及ばずながら力を貸そう。おお、ありがとうございます。では、それでは早速ですが、計画の内容をお伝えします。まずは陽動部隊が広場で派手に暴り回ります。おう、
たち？その隙に精鋭部隊が隠し通路を使い屋敷に潜入します。隠し通路があるの？ここか。以上が私たちの計画です。準備ができたらお知らせください。わかった。なるほどの。オルベリク。なるほど、これがベルナーという男のやり方か。脅せば言うことを聞くと思っているようだ。まあ事実だがな。だが脅しても言うことを聞かん者は必ずいる。ペリオン、お前もそうだったのだろう。ガキの頃から何度も殴られ脅されてきた。その度に必ず目に物を見せてやる、そう思ってきた。つまりハロルドとその仲間も同じと同じ、おお、お前と同じようなものだな。だがあいつらは頼りにできるのか。数が集まっている。集まればそれなりの力にはなるだろう。頭数だけ揃えてもどうにもならないぞ。その通りだが、戦い方はいくらでもある。そうか、お手並み拝見といこう。へえ、怖いな。ここに隠し通路があるんでしょ。我々は何をするんだろう。誘導してもらって隠し通路から一緒に行くのかな。はい、じゃあ今回はここまでで終わりたいと思います。次回みんなと一緒に屋敷に乗り込むのかな。行っていきたいと思います。それじゃあまた次回お会いしましょう。チャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いします。それじゃあバイバイ。